マックスさん、対戦よろしくお願いします。まあ、ちなみに、本当は、パーティー変えようかなと思ったんですけど、まあ、めんどくさかったんで、まあ、もう少しこのパーティーで粘れるだろうみたいな、まあ、そんな感じで、やっております。はい、きついんですよ、僕も。いちいちパーティー変えるの、当初は5日間同じパーティー使う予定だったんですけど、まあ、とりあえず1週間ぐらいだったら、まあ、適当にやってもごまかせるかなみたいな、まあ、そんな感じで今使っております。どうしようかなこれ。月光リザードンとこれルカリアどっち来るか分かんねえな。どっちもどっちも来そうだしな。しかもリザードンが X か Y か分かんないっていう、めんどくさ。リザードンこれ X と Y どっちなん、クソだるいんだけど。月光、まあどうしよう、まあどうしよう、ああどうしよう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 。で月光から入ってけばリザードン以外には出し巻きがしないんですよね。でリザードンだった場合は X だったとしても Y だったとしても出し巻きになっちゃうから、なんか絶対に後ろにそのリカバリーの効くポケモンを入れとかないといけないんですけど、こうかな。対戦よろしくお願いします。まあ、今日も僕のポケモン対戦動画をなんかね、電車の帰りの電車の中とか布団の中にくるまってとか家族で食卓を囲みながら見ていただけてるでしょうか。食卓で見てたらうるさいって怒られたみたいなコメントあったんですけど、まあ、もし怒られた、うるさいって怒られた場合は、てめえの方がうるせえよ、クソババアって、まあ、逆ギレしといてもらえればなと。まあ、ちなみに、その行為を行ったとして、まあ、仮に家族と疎遠になってしまったとしても、私は一切の責任は負いません、ハイドロポンプで。X、まあ、これはいいですよ、別に X だったとしても。まあ、メガネハイドロポンプなんで、ルカリオの、あれか、ニトロチャージから入ってくるかな。でこれルカリオ裏にいないってことになるから、ニトロチャージから入ってきてくれたら嬉しいな。このハイドロポンプ外しマジでクソだるいんだけど、ここをさ一発当てといてくれないと、一発当てた上でルカリオの先制技とかマリルリの先制技で縛ろうって思ってたのに、クソだるくなったな一気に。ドラゴンクロー、オッケーオッケーオッケー。じゃあれかな。まあ、ここは、引っ込める。まあ、一回流せたらいいと思ってたんで。エルフーン。何エルフーンなん？うわ、最初のハイドロポンプ外しマジで痛いんだけど。全然さ、このエルフーンさ、マリロリ受け入れてないんだけど、いけてる。食べ残しでしょ？絶対草技ないじゃん。ジャレで突っ張ろう。全然受け入れてないけど、ヤドリギ、オッケーオッケーオッケー。まあ、普通にこれエルフーン突破してくれたら問題ないですよ、僕的にはね。でヤドリギ入れたし、リザードンだったらマリノのジャレつくぐらいだったら起点にできるみたいな感じで、あ、リザードン戻ってきた、出てくるかなーって言おうかとしたんですけど、言うまい、ルカリオ生贄かな。ルカリオ生贄に、捧げーの、ルカリオ生贄に捧げーの、いやだって相手ここ絶対、竜舞だからな。どうしよう。いや待てよ。じゃ、何いたっけ相手。カワルドン、カエリュー。カワルドンだった場合は別に大丈夫として、カエリューだった場合考えるか。ルカリを出す、フレアドライブで殺される。イルリ。微妙。微妙。いや、ルカリオのがいらないな。うん、ルカリオがいらないわ、一番。まあ、だよな。だよな、っていうか、ですよね。
で、フレア、いや、フレアドライブはもう受ける前提で、ここバレットで、これ絶対、ここは相手炎技ってくるんで、反応と、全然入んねえ。UI 跳ね、フレドラ、ドラクロだな。で、これで反動、50ぐらい入るから、まあ、結構入るでしょ。OK、OK、OK。で、マリ。いや、ここは腹太鼓ありだな。ここ太鼓腹ありだな。もう太鼓腹だったな。いや、でも腹太鼓アクシで、リザ耐えるから、まあ、あれか、微妙か。A 下げない？ A 下げてくんない？うわ、これ相手、ジャレツク外すまで、跳ね連打でいいやつやん。こっちがジャレツク外すまで、これ相手跳ねれ、相手し跳ね連打でいいやつやん。最初さ、ハイドロボンバテてたらこんなことになってなかったんだよな、そもそも。え、硬くね、リザードンね、リザードン。え、リザードン硬いんだけど。いや、これも腹太鼓して、一気に勝負決めに行ったがいいな。じゃれつく連打してる方が、負けに繋がる。あ、外す可能性あるし。一気に腹太鼓して勝負決めに行ったがいいな。で、これ絶対相手、フレアドライブしか打てないんで、まあ、フレドラ打ってきた場合は確実にアクシデと反応で相打ち以上は取れるはず。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ、もやもや気分切り払いして。同じネタ何度も使うなって怒られそう。同じネタ何度も使うなっていうかさ、こんだけ毎日ポケモン動画投稿してたら、そりゃネタも同じになっちゃいますわ。それはね、スイ君、スイ君か。あー、スイ君か。え、ラストスイ君だったら、捨てる方向間違えたな。月光河の方がいらなかったわ、どう考えても。悪事で。相手とし、いや、ここ、演奏とかないと思うけどな。うん、オッケーオッケーオッケー。草結びやったら、もう対戦ありがとうございましただったんだけど、残念ながら僕の結構は草結びを所持してないので。アクハ、ヒルメ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 ヒル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 ミーベイベー、ヒルミーベイベー。瞑想積まれたら、え、め、一番やられたくないのは、いや、どっちがめんどくさいかな。瞑想された後に眠るされるのがめんどくさいのか、それとも、眠るされた後に瞑想される方がめんど、眠るされた後に瞑想の方がめんどくさいか。まあ、昼間したら関係ないけどね。ちょ、誰ひるみ、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 ひるみ。ひるみ急所、ひるみ急所。ひるみ急所、ひるみ急所、ひるみ急所。ちょ、ひるみ急所。いやー、ヒルミでも急所でもなかった。対戦ありがとうございました。デンデさん、対戦よろしくお願いします。この人、僕は普通に一人でポケモンやってる時が当たった。その時は勝ったんですけど、ヒートロドームでボーマンダマヒラスで放電で、まあ、多分またナットレイから来るだろうな。うん、あのボーマンダがめっちゃ特殊耐久に自信あるタイプのボーバンドなんですよね。こうかな。対戦お願いします。さっきナットレイプラスボーバンドみたいな選出だったから、多分カバドリでは来ないと思うんで、もうマリルリもモロバレルも切ります。この選出だとカバルドンプラスドリューズで来られた時に一気に崩壊するんですけど、はい、このようにね、このように
このようにカバルドンプラスドリューズで来られた時に、まあ、一気に崩壊するんですけど、でこの寝室さ、バシャーモンもやばくない？今思ったんですけど、何考えてんのこいつ。バシャーモンもさ、まあまあやばいよな。HD カバルドンかな。 HB だったらメザコーリーで多分もっと入るんですよね。確実に HD とか。あくび、違う、これあれか、サラサライオか、サライオか、サライオ。メザパ、いや、マリルリいないんだよな。ここ相手が乗ってくる行動としてはホエールが一番ありえるから、ここは突っ張ります。あれ、あくびなんだ。絶対ホエールと思ったのにな。あ、マリルリ交代読みかなんか。ここで交代してくる可能性、あ、オッケーオッケーオッケー。誰？メザコーリ見せてるから。でしょ？起きろ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 。あー、なんで起きないの？オーバーヒート打ってたのに。オーバーヒート打ってたのに。岩なだれは耐える。なだれ耐えるでしょ？うわ、でもこれ確率不利だな。起きるプラス昼見乗るしな。確率めっちゃ不利だな。キャーッ！よし。オッケーオッケーオッケー。ドリューズ危な、めちゃくちゃドリューズ重かったけど、なんとかうまく処理できたな。ボーマンダー、これ砂で死ぬんで、ロトムほっといても。いやでもここデューマイだと思うんだけどな。で月光が考えたら、いや身代わり、いやメザバで身代わりかな。でもまだこっちポリゴンついるし、ここで身代わり貼られるのが一番だるいから、うん、ここでもデュー裏月光がいる可能性考えたら、まだよなぁ。ですよねぇ。放電打つべきやったなぁ。甘え。まあいいや。まあ、あとはタクか。この棒バンダに身代わりがあるのも知ってるから、単純に、ボーマンダにデンジャー入れれたら勝てます。身代わりをの、あ、どっち、 C が上がった。あ、C が上がったなら、デビル押せるでしょ。オッケーオッケーオッケー。対戦ありがとうございました。アグルさん、対戦よろしくお願いします。あー、どれがメガ進化するかわかんないよー。相手のポケモンどれがメガ進化するかわかんないよー。月光河は欲しいなー。通りいいから。モロバレルも欲しいなー。ヘラクロスから来るならめっちゃ月光河から入りたい。サーナイトから来るなら、ヒートロトムから入りたい。いや、ヘラーだと思うけどな。月光が、下校人バレル。で、これで多分、まあ、左上3体がどれもがメガ進化だったとしても、うまく対応できる、はず。うまく対応できるはず。うまく対応できるはず。対応できるはず。いやいや、ヘラーから来ないんだったらマジでめっちゃヒートロトムから入りたいな。ヘラクロス以外にはヒートロトムが
仕事できるから、ヘラから来ること考えたら絶対月光からもろばれるからしか入れないんだよな。いや、下校から入ってサナ来たら人目に下げてみたいな展開でやるか。対戦お願いします。これヘラクロスとさ、月光がさ、仮に初手対面してしまった場合交代してくると思うんだよな。まあ、もし交代された時のこと考えるか。いや、交代してくると思うんだよな、クレセとかに。まあ、一番あり得るのはクレセリアかな。うん、まあ、ヒードランかクレセリア、あいつにこの交代はいいです。で、多分ここ釣ってくるんですよ。え、ここめっちゃ釣ってきそうじゃね。もう釣ってくると思うんだよな。あー、ノータイムで突っ張ります。絶対釣って、ヘラクロスが月光が以外と有利対面取った時のアドバンテージがめっちゃでかいから絶対突っ張ってくると思ったんですけど、トリックルームか。トリックルームだったらまだ間に合うか。で、これだいぶ僕突っ張る気し見せてるから、あ、どうだろう。ここだって僕まだ突っ張る可能性あるし、いや、ここは一目下げだな。打ってくるとしてレートビームだと思うんで、ここ一旦ヒートロトムに下げます。わかんない。でもうわかんない。ボルトチェンジ、クレセ下げる、ヒードラン、うん、オッケーオッケーオッケー。で、S 元戻ったから、月光が出してオッケー。てか、このヒードランやばいな。月光が出します。で、これも水技受けれるポケモンがいなくなったから、ここは素直にハイドロポンプで。これ多分どれか一匹は絶対切らなきゃいけないから、よし、ヒードラン突破。これ、神通力にヒードラン出されるのが一番だるかったな。ドラン突破の、え、ここクレセリアなの？ここ、ヘラクロスチャンスじゃなかった、ここ。え、絶対ここヘラクロスチャンスだったと思うんだけど。ドロドム出します。トリル、オッケーオッケーオッケー。で、これは別にトリックルームされることは構わないから、ここバレルン下げます。で、サイキネ飛んできてもモロバレル一発絶対耐えるし、あのヘラクロスに交代されたとしても上から奉仕入れる。はい、三日月、まあ、無理だよ。トリルトリルターン残り3ターンしかないのに、こっからバレル含めてヘラクロスで3ターンで突破するってのはどう頑張っても無理。方針安定、よし。まあ、今日はこの辺にしときましょうかね。それではまた明日。